さて、法華経の本本の一番最初には妙法蓮華経という語字があります。例えば、妙法蓮華経序本第一、妙法蓮華経法弁本第二っていう、こんな感じですね。妙法蓮華経比喩本第三とかね、28本それぞれ全部妙法蓮華経、何々ってこうついてるわけですわ。で、このその妙法蓮華経の意味は、お釈迦様が法華経を説かれ、その28本について経文を編集した弟子がことごとく本本に妙法蓮華経を挙げたのですから、その妙法蓮華経はお釈迦様が説かれたところの序本、法弁本、比喩本、真華本と一経全体の内容を表す言葉であると言えます。ところが、ここちょっと大事ですよ。いいですね。だから法華経、この大聖人が言う、答えて曰く、妙法蓮華経これなりといった、この妙法蓮華経には、実は一重二重二重三重四重という、この非常に深い解き方があるんだということですね。一二で言えば、釈尊の説いた法華経の意味を表している妙法蓮華経であるという意味です。今慶観がおっしゃってるところはそこをおっしゃってるんですね。で、ところがっていうのは、今度は一重一重入った意味をこれが仰せになりますね。この場合の、つまり大聖人が仰せになった妙法蓮華経これなりと、草木成仏をするその証文として挙げたこの妙法蓮華経って、この大聖人が仰せになった妙法蓮華経はどういう意味かというと、そうではなくと、その一経全体を表す妙法蓮華経ではなくて、特に受領本の妙法蓮華経という意味があるのですと。もうこのお言葉はまさにあれです、我々が御書を読んだら絶対わからない言葉ですね。御書に書いてないわけですから、まさにその御宗伝によってしか読めない、この草木成仏の証文いかんと答え、いかん答えていわく妙法蓮華経これなりって言った、この妙法蓮華経が如来寿領本の妙法蓮華経であるって、これがまさに芸家なんですよ。芸家しかわからない。だからそうかどうなんか、そんな読めるわけがない。これ妙法蓮華経、お前の読んでるのは法華経の妙法蓮華経なのか、それともその寿領本の妙法蓮華経なのか、それとも三大表の妙法蓮華経なのかってついても、彼らは全くわけがわかんなくなってるはずですよ。わかんない者たちが本尊のことを、このああでもないこうでもないってこうほざいてるわけですね。そのくらい、このなんつうの、あのそこら辺の里山、高尾くらいの里山に登るしかできないものがヒマラヤのてっぺんを論じてると思うんですよ。そのくらい、このね、情けない浅はかな者どもなんですね、この本尊を語るっていうのは。そしてこの後を拝読していくとはっきり出てまいりますが、受領本の妙法蓮華経とは何かといえば、恩育伝の受領本のところに、とこの本の題目は、これ受領本ですよ、この本受領本のって意味ですね。受領本の題目は日蓮が身に当たる大事なりと、この受領本のところだけは取り分けて、妙法蓮華経は大聖人様の恩義にそのまま当てはまる妙法蓮華経であると。で、確かですね、大聖人様の、受領本はそこだけ南妙法蓮華経って書いてあると思いますよ。他は全部妙法蓮華経になっていて、受領本だけ南妙法蓮華経、如来受領本第十六になってるっていうね、この人人のこの、出来事があると。これ私はね、昔なんかどっかで聞いたことあるんだよね。ああ、鳥肌立っちゃった今。まさに、今調べていただきまして、受領本は南妙法蓮華経如来受領本第十六のことっていう、一本だけ、この一本だけそういうことになってるんですね。なぜなのかっていうことは、まさにこれは御宗伝以外わからない。まあ概略はそれは説明できますよ。だけど、そのこれはまさに大聖人様が人力本の時に、御一人だけに伝えられた、釈尊から御一人だけに伝えられた神秘の訪問の表れとして、こういうふうに書いてあるわけですから、要は概略、外側のことは僕らは言えるけども、その一体 何たるか正体は芸家御一人しか知らないってことなんですね。ただその言われは聞いたことがあるということで、そして、そういう意味のこの日蓮が身に当たる大事なりと、人力本の付属これなり、今僕が申し上げたそこですね、あの如来寿領本のこのその人人の部分っていうか、その要のところは人力本で大聖人様に、その一人から一人、
釈尊から上首上行菩薩に伝えられたこの法門であると。そして、如来とは釈尊ぐらいですね。普通如来といったらお釈迦様のことを言いますよと。総じては今度は広く考えて言えばこの久遠からこの世に出現した一切の仏様のことを如来と言うんだと。総じては十方三世の諸仏なりと。で別してはこれが別した場合、これは普通如来といえばお釈迦様であり、まあ、広く言えば全てにこの世に出現した仏様であり、だけどそれは別していった場合は誰かといったら本地無佐の三人なり。これ本地無佐の三人といったら久遠願女のこの自重有法身如来、まあ、自重有心如来つまり大聖人様、末法に来て日蓮と名乗っただけであって、当時は久遠願女の自重有心という方だったということですね。その方を名付けて本地無佐の三人というんですけど、本当の如来という意味はその方しかいないって言うんですよ。そして、まあ、そういう音菊伝の重大なお言葉がありという本地無佐の三人が如来の一番根本の意味であって、まあ、今言った通りですね、その上に人力本において妙法蓮華経を付属されておると示されてあります。その久遠願女のこの、本地無佐の三人、まあ、イコール久遠願女自重有心如来様あるいは自重有法身如来様、同じことですけども、その方がこの一つの儀式としてそのインドの法華経の絵座に現れてきて、本当は釈尊を仏にした仏なんだけど菩薩っていう姿で現れてきて、そして釈尊一応釈尊からこの人力本というところで妙法蓮華経、本当の意味の妙法蓮華経のその実体本体を付属されるわけですよ。唯一一人だけに与えられるというか、これ、まあ、ケチミヤク宗伝ともまさにこれが唯一一人とも何とでも言えるわけですけども、まあ、そういうことが示されていると。でこれは大聖人様が上行菩薩として霊山会場において釈尊より結腸付属と申しますが、妙法蓮華経一部八巻を要に結んで付属されたと示されております。まあ、これ今言った通りのことですね。芸家がおっしゃってる内容を、まあ、先に今略したわけですけども、そしてで要とは扇で言えば真ん中のことですね。こう開いていったここを要っちゅうわけだから、これがなかったら扇にならないってことですね。これを一つをもってして全てが開くという意味を持っているってことですね。で扇で言えば真ん中の要のことで、これがないと扇はバラバラになってしまいます。これはまさにそうで、大聖人様がその付属された結腸付属されたその正体、妙法蓮華経の正体って何だって言ったら三大秘宝なんですけど、三大秘宝とは何かって言ったらまさに日々私たちがこの懸念と拝ましていただいているこのご本尊様のことですけどね。でもこれが仏法、一大仏法の要なわけですから、結局この三大秘宝がなかったら仏教というものは成立しないってことなんです。全くのこの戯論というこの遊び言葉に終わってしまうということなんですね。これがそのこの意味です。だからありとあらゆるこの仏教の修練されていったこの極まったところっていうのはまさに大聖人に送伝されたこの結腸付属の三大秘宝の妙法蓮華経に尽きる。つまり我々が日々この権威を招待させていただいているこのご本尊様、お曼荼羅ご本尊様に仏教は尽きるってことですね。そして逆にまたこのお曼荼羅ご本尊が開いて一切の仏教がつまびらかになっていると。またこのお曼荼羅ご本尊のこの我々知恵と信仰によって一切仏教が説いていることの全てを体得することができるということです。全部を勉強しなくても、そういう意味があるわけですね。そしてこのように一部八巻、これいいですね。一部八巻というのは、一部というのはある部分って意味じゃないですよ。法華経全部のことを一部って呼ぶんですね。法華経全部を指して一部、そして八巻、八軸ですから八つのこの巻物になっているということですね。一部八巻、そしてその巻物の中にその開いてみるとそれぞれが何本かずつ書かれていて、そしてそれが全部で28本になる。失礼しました。28本になるという意味です。の一切を、その全部ですよ、その全部を宿の要望にくくられた。 4つのこの言葉にくくられたんですね、お釈迦様が。こうギューッと
とそこへこうもう濃縮して結晶のようにしてされたという、これが、のですと。その人力本の結晶付属の門とは、これ有名な言葉なので、何度も皆さんも聞いたと思いますけども、これからも何度も出てきますけども、用をもってこれを言わば、要は今言ったその一部八巻28本法華経全てを、その要の肝心の部分を一言でこれを言ったらどうなるかっていうと、如来の一切の所有の方、如来が持って所持しているこの一切の方であると、そして如来の一切の自在の人力だと、如来というその悟りを得た宇宙崩壊にこの変満をするという悟りを得た如来が持ってるその自由自在融通無碍のその力、それから如来一切の秘王の像、今度はその隠してるってわけじゃないと思うんですけどね、この主情が分かり得ないほど深い人人のこの秘王、この秘数要の蔵って書いてありますけどね、そして如来の一切の人人の字、この甚だ深いの字っていうのはこのこと、実際の字っていう、まあ、かつ、まあ、実際の、まあ、これは私が言える問題ですからね、まあ、人人の字で、この皆この経において戦時見術すると、こういうお言葉が法華経にあるわけですね、人力本であります。でこれが本仏の名前と実体と所作の苦境という意味の衆と、その働きとそれについての内容説明という意味での経、これが有名な妙体周遊経という、この宗教の五行といわれるものですの5つを一切くくったものを十の菩薩に付属したと言われるのです。これもすごい、この如来、今言った宿の要望というね、如来の一切の諸部の方、如来一切の自在の人力、如来一切の秘王の像、如来の一切の人人の字というのは、結局それはそこに、本仏の名前が説かれていて、明かされていて、そしてその実態が明かされていて、そしてその所作の苦境、その苦境、その所作ってことは、本仏が主情、本仏って何をするかって言ったら主情を救うってことですから、主情を救うその所作の苦境の衆って何かって言ったら、まあこれは全部一言で言えばね、妙、本仏の名前、そして本仏の妙体実体その正体、そして本仏の妙体衆その華道の苦境の姿、衆、まあ衆ですね、そして妙体衆いうその働き、そして、その説明ですね、内容説明、これ何かって言ったら、まさにご本尊様なわけですよ。南妙法蓮華経如来様だから、さっきの如来寿命、南妙法蓮華経如来なんだよね。南妙法蓮華経如来の寿命本なんです。だから久遠願女の仏の名前は何て言うかったら、久遠願女の自受有法身如来って言い方もできれば、南妙法蓮華経如来って言い方もできれば、そのお名前をそのまま私たちは呼ぶ。でそれはお名前であり、ここなんで妙体宗教だから、名前であり実体であり、その悟りの本正体であり、そして、所作の苦境であり、今度は主情を救う、あり仏が主情を救わんとするその苦境の姿であり、南妙法蓮華経は、そしてそれがそのまま働きであり、そのまま説明であると、そういうことなんですね。まあ、簡単に言えばこの妙体宗教をまた言い出せばもうこれだけで何週間もかかるわけですけども、まあまあこう繰り返し繰り返しまたいろんな螺旋状に勉強していけばいいと思うんです。今日は妙体宗遊経というこの宗教の五行をこの初めて、おそらく皆さん方に行き合って初めて説いたと思うんですね。でそういうことが自由の菩薩にこのこういう風になってたか、こういう風になってたか、こういう風になったか知りませんけども、ただ一人自由の菩薩のこの棟梁、上主上行菩薩にそれをこの送電された。これはもうね、もう真を持って拝するところなんで、もうねここにいろいろイチャモンつけたらもうその人は別に仏教やらなくていいよっていうことです。別にいいよ、君はいい、根性はかわいそうだったねっていう、何もねここは説明しようがないんですから、もうその人しか知らないんだから、大乗院様がそうだって言ったんだから、あ、そうなんですねっていうところで、どういう中身はどうなってるとか、何分かかったんだとかそれが総監の連中なんですよ。もうだから日達上人から日見上人にいつどうやってお前僧侶したんだっていうのと同じことですよ、そこを聞くのが。
五行の項ってどういう字ですか。太閤の項、糸辺に、はい、このなんかこう綱みたいな、なんだっけ、この綱と似てるような言葉ですよ。丘みたいな、そうそうそう、そうですね、うん、そうそう、太閤、はい、ありがとうございます。